はいどうも皆さんこんばんは WD23 スタジオでございます。本日はですね2024年10月の11日新スペースマウンテンアースライズの様子を見ていきたいなと思います。というわけでね、ハロウィンのイベントが始まっておりますね。なかなか暑さそして雨でハロウィンのパレードね開催しない日も数多くありますけどもね、まだまだハロウィンイベントありますので、いやパレードね私も見てないんですけどもね、ぜひ見てみたいなというところであります。そしてね、新スペースマウンテン、そしてスペースマウンテンの工事進んでおりますので、そちらの方まで皆さんにお伝えしていこうかなと思います。さらにはバズライトイヤーのアスターブラスター10月の31日でもうクローズしてしまうんですよね。本当にあと少しになりますね。ぜひ東京ディズニーランド行きましたらバズライトイヤーのアスターブラスター楽しんでいただければなと思います。それではですね、ハロウィンイベントが開催されております東京ディズニーランドの新スペースマウンテンアースライズ見ていきましょう。どうぞ。はい、ディズニーリゾートになりまして、東京ディズニーランドステーションを出たところになります。本日の内容はこのような形でやっていきます。まずはリゾートラインからの様子、東京ディズニーランド立体駐車場からの様子、さらには画像解説に本日のテーマトークやっていきたいなと思います。お楽しみください。こちら見えてまいりましたのはスペースマウンテン、そして新スペースマウンテン、アースライズの様子でございますけども、スペースマウンテンの工事はね、また後ほど詳しく見ていこうかなと思います。新スペースマウンテン、アースライズの方はですね、なんと水平ループと、さらにこの辺ね、なんと新しいレールが見えておりますので、いやこれねめちゃめちゃ怖いんじゃないかなと思います。そしてファーストローンチ、そしてその後の急降下レール、さらにその奥のね減速加速の機能がねついたレール、そしてセカンドローンチ周辺となっております。この辺だいぶ複雑になっている、映像で見るとねなかなか見にくいかなと思います。そしてこちらサブの塔のじゃあねボックスのショービルディングとなっておりますけど、外壁のパネル貼られております。そしてこちらの奥の方がですねサブの保衛山塔となっておりまして、その奥のところスペースマウンテンの工事足場が組まれておりますね。いやーついにスペースマウンテンの工事進んできてしまっております。いやこの辺もねいろいろ工事が進んできておりますので、この辺もご紹介していきたいなと思います。この辺なんかねいろいろ上のあたりなエアコンのダクトなんですかね、なんかいろいろここにもねあの工事建材の方が置かれておりました。この辺がねファーストローンチの先端部分になっております。そしてこちら東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルの車寄せドームの周辺、さらにはパークエントランスとなっております。ファンタジースプリングスもねぜひねお楽しみいただければなというところです。そしてこの後はですね東京ディズニーランド立体駐車場からの様子をどうぞ。はい、こちら東京ディズニーランド立体駐車場からの様子でございますけども、こちら左側の方がですねスペースマウンテンでございます。解体工事進んでおりまして、内装の解体ねおそらくまあ終了しているんですかね。この辺まあいろいろね前回置いてあったものはなくなっております。奥の方がいろいろ基礎工事なんでしょうか、この辺掘り出しておりますので、この辺も工事進んでいるといったところになりますね。そしてこちら右側見ていきましょう。新スペースマウンテンアースライズの様子でございますが、この辺もねレール複雑なもの、足場の奥に見えているの分かりますかね。いやこれもねすごいことになってます。そして右側の方さらに見ていきますと、この辺がねはい水平レールということでご紹介しておりますが、その水平レールの上のところ奥の方にあるんですけどもね、ここなんと加工していきながらねすごい関東がかかってますよ。いやここも真横をほぼ向いてますよね。で、それでこう下っていくようなレールです。そしてこちら水平ループのレールとなっておりまして、下の方しかね、前回設置されていなかったんですけど、上の方のね、水平ループのレールが設置されました。それでね、こう上下2段で、まあ、水平ループといった形のレールのエレメントとなっております。いやー、それにしてもね、この水平ループの奥のレールすごいですね。おそらくこのまま奥の方にね、レール続いていくんじゃないかなと思われますね。この辺も楽しみなレールエレメントとなりました。そしてこちらファーストローンチのところとなっておりまして、そしてこちらの方がはいライドメンテナンス室となっております。なんか新たにね鉄骨ここ上のところ敷かれておりますけども、ここ設置はおそらく最終段階ここじゃないんじゃないかなと思います。さすがに高さがないんでね。そしてこちら新たに置かれております屋根のパーツでございます。屋根がねついに設置されそうなんですよ。ついにこの工事壁の中までねこの屋根のパーツ持ってかれました。いやここでね溶接作業行われておりますね。ここでつなげるんですね屋根のパーツね。いやこの辺もね屋根楽しみですね。設置はねひとまず予想通り屋根は秋から冬にかけてになりそうです。それでは画像解説やっていきましょう。まず画像解説1枚目はこちらでございます。スペースマウンテンの解体工事の様子でございますけども、前回この辺にねレールの
はい、残骸が置かれておりましたけども、なくなっておりますね。まあ、ほぼねこの内装の解体おそらく終わってるんじゃないかなと思われます。なので今後外装の解体進んでいくんじゃないかなというところで、パーク側の方は結構もう足場組まれてるんですよね。トゥモローランドホール、そしてねこのスペースマウンテン本体にも足場がかかっている状態なので、おそらく動く歩道の方がまあ解体始まって、その後スペースマウンテンの本体の解体っていう形になるんじゃないかなと思います。いやー、ついにね、こう、目に見えるような形で、スペースマウンテンの解体が進んでいきそうということでね、裏側の方をね、こんな感じで足場が組まれております。こちら、サブの保衛残党のところなんですけども、その奥に見えますかね？スペースマウンテンの外壁に沿って足場が組まれているんですよね。これはもう完全に解体に向けての足場、そのように思われます。そしてね、この上のところ、スペースマウンテンの、まあ上のね、屋根の部分にも、こんな感じで、まあ、足場が組まれておりますので、もしかしたらスペースマウンテンのこの上部の装飾とかを撤去してから、さらにこの外壁とかね、鉄骨が組んであるものを解体していくんじゃないかなというところですね。いやー、どうですかね。こう、パーク外からもスペースマウンテンのね、解体が見れることができますけども、できればね、見たくないですね。まあ、スペースマウンテンの解体ですからね。新スペースマウンテンアースライズの工事はもちろん見たいんですけども、このスペースマウンテンの解体もね、同時に、見られるということで、まあ、このスペースマウンテンとね、新スペースマウンテン、こう、真逆の形で解体と、そして、新築の工事がね、進められているというところですね。多分この私のね動画見ている方はスペースマウンテンも大好きかなと思うので、非常に寂しい思いでいっぱいですね。まあ、ただ最後までねこのスペースマウンテンも感謝の気持ちを込めながらこう見届けていきたいなと思っております。続いての画像はこちらでございます。ライドメンテナンス室となっておりますけども、サブの保衛残党のボックスのショービルディング、そしてメインの棟のボックスのショービルディングのね、まあ一部をまあそれぞれね借りるような形で、このライドメンテナンス室がね大きく横に伸びるような感じで作られております。まだねこのライドメンテナンス室本当途中なんですよね。おそらくまあ端っこの方までねこのメンテナンス室続くかなと思うので、まあ、ここからさらにね手前の方に伸びていくような感じになるかと思います。今回新たに設置されたのがなんかね鉄骨がここ新たに設置されてますね。この鉄骨がまあどういう意味を成しているのかっていうのはちょっとわかんないんですけども、まあ、足場ねここ組まれているのと合わせて、まあ、鉄骨が設置されたということで、明らかに、ライドのね、レールの上直上にあるので、まあ、この高さにね、まあ、ずっとここに設置されるものではないというところで、まあ、今後最終的にはね、撤去されるとは思うんですけども、いろいろこの辺もね、電飾とか、おそらくま、いろんなね、工事進んでいくかなというところで、まあ、足場組まれながらの作業を行われております。さあ、そして新スペースマウンテンの外で行われております工事がこちらでございます。屋根のパーツでございますね。今年のまあ秋から冬ぐらいかなということで、私もね、屋根の設置予想しておりましたが、ついにこの屋根のパーツ、工事壁の中に運び込まれましたね。まだこの屋根の設置はされていないんですけども、この、まあ、工事壁のね、中でいろいろ溶接作業おそらく行われていると思われます。まあ、そういうようなね、溶接作業の音がしていたので、まあ、おそらくこの屋根のね、パーツそれぞれをここで溶接して、さらにね、ここでクレーンで吊り上げて組み立てていくといった作業が今後行われていくかなと思われます。まあ、このね、工事壁の中に屋根がね、このパーツが運び込まれたので、まもなくね、この屋根のパーツ設置が進んでいくものと思われます。まあ、屋根の高さ自体はスペースマウンテンとねほぼ変わらない高さとなりますが、まあ、ただねこう屋根が組み上がることで結構な高さがねついていくものと思われます。なので、まあ、新スペースマウンテンの屋根が組み上げていく一方、このスペースマウンテンが解体されていきますので、スペースマウンテン解体されたらパーク側からもねこの新スペースマウンテンの姿を拝むことができるかもしれないですね。いろんな角度で見ていくと、この新スペースマウンテンアースライズの屋根めちゃめちゃここにたくさんあるっていうことがわかります。さらに今回下から見てきたのでこのような形になっておりまして、まあおそらく緑のね、このベント鋼台らしきパーツもありますので、このベント鋼台がね、こういろいろ組み上がってきて、そこに屋根をね、こう作っていくという感じになるんじゃないかなと思います。いや、本当にね、もう、上から見るのと下から見るのとじゃまた全然違うんですけど、この下からね、こう歩いて地面から見るとめちゃめちゃでかいのがわかりますね。ものすごい太さになります。まあ、手前にね、工事関係者の方々いらっしゃいますけども、まあ、その人の大きさと比べると、
全然でかいですよね。もうすごいでかさ、太さの鉄骨となっております。スペースマウンテンがどの程度のね、大きさの鉄骨なのかはわかりませんけども、まあ、新スペースマウンテンアースライズめちゃめちゃでかい屋根になっておりますね。まあ、斜めに傾くね、屋根っていう、まあ、特徴的な屋根にはなるんですけども、いや、すごい屋根ですよね、これね。まあ、この屋根がね、こう、組み上がっていく。まあその光景めちゃめちゃ迫力あるかなと思うので、この辺はねほんと楽しみですよね。さあこちら新スペースマウンテンアースライズの外のね様子もう一枚見ていきましょう。こちらがですねサブのホイザントのボックスのショービルディングとかがあるような場所になっておりまして、そちらのね外壁のパネルが設置されておりますと言っている場所になっております。そしてねこちら窓ガラスなんかもね設置されておりまして、まあ、この高さにちょっと何がねできるのかわかんないんですけども、まあ、キャストさんとかがね出入りするような場所になるんじゃないでしょうかね。ちょうどライドメンテナンス室の上のあたりになりますので、まあ、この位置にね、窓ガラスもできるんですよね。まあ、ライド本編とかね、全然来ない位置にはなるので、ちょうどライドステーションを出て、ファーストロンチの方と、あとはこのライドメンテナンス室に分かれる方のね、分岐部分がこの右側にあるんですけども、まあ、そこからね、進んでいくとライドメンテナンス室がありまして、こちらの方にもね、外壁のパネルだったり窓ガラスが設置されているというところであります。さあライド本編見ていきましょう。まず1枚目、こちらもねまた注目のポイントでございます。こちら水平レールということでね、前回本日のテーマトークでご紹介しておりますけども、水平ループここね2段になりました、ついに。はい、これでまあ水平ループということになるんですけども、ここねぐるぐるとねこう最後回るようなレールとなっております。結構真横をね向くようなレールに近いような形でね、かなり関東のきつい、そしてねまあここぐる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 と回るので、まあ、ある程度のねスリルは感じられるんじゃないでしょうかね。そしてその奥にまたものすごいレールがあります。はい、こちらでございます。この水平ループの奥、ほぼ真横を向くような形で急降下しながらカーブしているようなレールになりますね。おそらく左上から右下にかけて進んでいくようなレールとなっておりまして、このままファーストロンチの下をくぐっておそらく減速加速付きの、まあ、レールにつながるんじゃないかなというようなレールとなっております。割と新スペースマウンテンに多いのがですね、この上昇しながら、まあ、カーブしていくようなレールとか、あとは下降しながらねカーブしていくようなレール、結構これが多いですね。スペースマウンテンにはあまり見られなかったね、レールになっておりますので、急カーブしながら下降するようなレールはね、新スペースマウンテンアースライズの特徴的なエレメントとなるんじゃないかなと思います。そしてね、こう今下の方に埋まっているレールがこちらなんですよね。筒の中を進んでいくようなレール。これもね、真横を向くような形で結構なきついね、カーブがありますということで言っている場所なんですけども、もうほとんどね、ここ埋まってしまって見えないですね。まあおそらくこれ手前のところクレーンだと思うんですけども、それでね、全然こう最近は見えなくなってしまっているレールとなっております。さあそしてねこちらカーブしながら下降していくようなレール、ファーストロンチの下をくぐっていくとお伝えしておりましたが、その先ちょっと見ていきましょう。はい、このままファーストロンチの下をねくぐった後、ファーストロンチの奥から進んでいって、おそらくこの加速減速の、まあ、装置がついたようなね、そういったレールにつながると思います。まあ、最初に減速してその後加速しながら、まあ、少しね上昇していって、なんかひねりがね加わっておりますけども、まあ、若干 S ハンプまではいかないですけども、少しねこうひねるような形のレールになっておりまして、その後右にねカーブしていくような感じになります。このねファーストロンチの下のところ、ここに見えるんですけども、これがねその今言っていた減速加速のね装置がついたレールのところになりまして、その先さらに見ていくと、はい、このカーブですよね。ここカーブ描いてますね、その上のところですね。そしてねこの加工しながらねカーブしていくようなレールにつながるんですよね。やっぱりねこういうレール多いんですよね。加速した後またこうやってで下がっていくので、まあ、これもまたスリルあるんじゃないですかね。減速とか加速をね割とこの新スペースマウンテンアースライズはあるような場所が多いので、まあ、そういう意味ではねこう緩急つけたそういった特徴的なね、まあ、体験ができるんじゃないかなと思います。それが宇宙での体験になる、しかもね暗闇の中での体験になるので、どういう風なね体感をもたらしてくれるのか、これも楽しみですよね。そして今、加工しながらね、カーブしていくようなレール、さらにその先にこう繋がっているっていうのがわかります。そのまままたね、ファーストロンチの奥に隠れていくような感じになるんですけども、結構このね、大きなカーブを描きながら、まあ、加工していってカーブしていくようなね、感じになっておりますね。
スペースマウンテンっていうのは上からね下に下がっていったらもうそれまでなんですけども、新スペースマウンテンアースライズの場合加速する装置がねいくつかついているので、下がったら終わりじゃないんですよね。下がったらまた上がるっていうことがねできるので、割とねこのスピード感ね緩急つけたような形でもうこのスピード加速装置をね活かしたそういったね長さのあるレールがね、そして体験時間もそれなりに長くなりそうですよね。いや楽しみですよね。さて前回のトークテーマでは水平ループについてお話ししていきましたが、同じループと名の付くエレメントがあります。さあそれではやっていきましょう。本日のトークテーマは垂直ループでございます。垂直ループっていうと皆さんね知ってる方は知ってるかなとは思うんですけども、東京ディズニーシーにあるレイジングスピリッツ、これがね垂直ループのレールがね特徴的なアトラクションとなっております。垂直ループっていうのはこのレイジングスピリッツにあるような縦に1回転する360度回転するようなレールのエレメントとなっております。この垂直ループ割とね昔からあるようなエレメントとなっているんですけども、この東京ディズニーリゾートだけで見るとレイジングスピリッツのみでの採用となっております。やっぱりねこの垂直ループである360度回転っていうのは結構ね怖いレールじゃないかなとは思います。レイジングスピリッツは屋外のアトラクションなので、明るい中でこの垂直ループを体験することができるアトラクションとなっております。この垂直ループのエレメント、暗い中で体験できるアトラクションが海外のディズニーパークにあります。ディズニーランドパリにあるスペースマウンテンでございますね。パリのスペースマウンテン、垂直ループだけじゃなくてコークスクリューってねこうツイスト回転をもたらすようなそういったエレメントもあってめちゃめちゃ怖いです。しかもそれがね暗闇の中で行われるっていうので本当にこうわけわからないぐらい怖いっていうのがねパリのスペースマウンテンの特徴であります。新スペースマウンテンアースライズと同じようにですね、上昇しながら急加速していく、そういった最初のねスタートになるんですけども、新スペースマウンテンアースライズでもねこのような形で同じようにね、加速しながらファーストローンチっていう形でね入っていくようなレールの構想をたどっていきます。パリのスペースマウンテン、本当にね怖いっていうことでお伝えしてるんですけども、垂直ループもねなんとこのパリのスペースマウンテンあるんですよね。明るい中でも怖いレールエレメントですから、いや本当にねこの暗闇で行われるとわかんないんですよね。もう先が見えないから、そういう意味でこう急にこの垂直ループがやってくるっていうのは、ね、めちゃめちゃ怖いんですけど、明るいところと暗いところでまた違ったね怖さが体験できるっていうのが、この垂直ループなんじゃないかなと思います。他のねレールエレメントでももちろんそうなんですけどね、明るいところと暗いところではね全然違うんですよね。さあこの新スペースマウンテンアースライズでは水平ループはもちろん採用されました。垂直ループどうなんでしょうかね。私 WD23 スタジオズの答えとしては垂直ループ採用されないんじゃないかなと思われます。現状としてこの垂直ループが置かれるような場所ないんですよね。この支柱見てみても垂直ループが置かれるような支柱っていうのは全くないので、今後もしかしたら設置される可能性はゼロではないんですけども、現状の敷地そしてそこに設置されている支柱を見るにこの垂直ループ採用されないんじゃないかなと思われます。正直ねこの垂直ループ来てくれたら嬉しいなっていうところではあるんですけども、実際のところね垂直ループそしてねコークスクリューもね採用されないというところになりました。皆さんはねこの垂直ループ採用してほしいなーなんていう方はね多いかもしれないですね。以前ねコメントとかにもねあったので、垂直ループ採用してほしい方もねいたんじゃないかなと思いますが、結論としてはこのね垂直ループ1回転の360度のループは設置されないということになりました。明るいところではねもちろんレイジングスピリッツ東京ディズニーシーでね特徴的なレールエレメントとなりますけども、ぜひディズニーランドパリ行ってみたらこちらのねスペースマウンテンで360度回転の垂直ループ体験できますので、ぜひディズニーランドパリの方行ってみたら体験してみてください。はい、それではですねいかがだったでしょうか。2024年10月の11日、新スペースマウンテンアースレイズナウスでございました。本日のトークテーマは垂直ループということでお届けいたしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。もちろんね垂直ループの不採用は残念なとこでありますけども、別のような形でね新スペースマウンテンアースライズ全然楽しめるアトラクションじゃないかなと思います。垂直ループなくても全然怖いんですよね。
絶叫嫌いの方、これで垂直ループ加わったらもう 100% 乗れないんじゃないかなっていうようなアトラクションになっちゃうので、まあ、程よい恐怖、程よいっていうかね、結構怖い恐怖になるので、まあ、絶叫嫌いの方はね、今からこう、心の準備、そして、まあ、いろいろなね、こう、体勢をつけていただきながら、この新スペースマウンテンアーサライズ乗れるようにね、準備していくのがいいんじゃないかな、というとこですね。まあ、垂直力なくてもね、全然怖い新スペースマウンテンアーサライズとなりますので、まあ、そちらのね、新スペースマウンテンアーサライズのオープン2027年、待っていきたいな、というところであります。いや、まあ、本当に怖いです。それではですね、この動画、いいねと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。私、WD23 スタジオ座ですね、SNS、Twitter、X、Instagram、スレッズ、そしてブルースカイの方もやっております。そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録者5000人突破目指しておりますので、ぜひ、チャンネル登録の方もどしどしよろしくお願いいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。